ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、お金欲しくない？なんだいきなり？怪しさしか感じないんだぜ。私ってば超絶美少女で天才じゃない？だから、ひらめいちゃったのよね。お金を簡単に稼ぐ方法をね。もう、どっから突っ込んだらいいかわからないな。まあ、一応聞いといてやるぜ。一体どうやってお金を稼ぐんだ？魔理沙だから特別に教えるんだからね。10円玉以外の硬貨って銀でできてるでしょ？だからそれを溶かして銀にしてしまって、銀が高騰した時に売れば大儲けって寸法よ。いやー、我ながら自分の天才っぷりが恐ろしいわ。まず一つ目に日本の硬貨に銀は使われてないぜ。は？そうなの？そして二つ目に硬貨を溶かすのは立派な犯罪だぜ。やっちゃダメなの？いい考えだと思ったのに。そんなことを考えるより、真面目に働くんだぜ。じゃあ今日も霊夢が犯罪者になるのを阻止したし、本当は違法な雑学を紹介していくぜ。よろしくお願いするわ。まず一つ目は、霊夢がやらかそうとしていた、貨幣を故意に破損させることだぜ。天才的なひらめきだと思ったんだけどな。この日本にはな、貨幣損傷等取締法というものが存在するんだ。法律の名前を見ただけで、私のやろうとしてたことがアウトだったことが分かってしまうわね。漫画なんかで自分の力を誇示するために、貨幣を曲げたりすることがあるけど、これは法律に違反しているんだぜ。溶かすのはもちろんダメだけど、故意に折り曲げるのもダメってことなのね。その通りだぜ。実際にあった事件としては、2017年に手品用品制作販売業を営む従業員3名が、貨幣に穴を開けるなどして逮捕されているぜ。結構最近の事件なのね。手品で貨幣って確かによく使うイメージがあるものね。種を仕込むために、穴を開けちゃったのね。ちなみに貨幣を加工することは日本では犯罪になるが、海外では犯罪にならないところもあるぜ。例えば、アメリカでは犯罪にならないんだ。それどころか、観光地には1セント硬貨を記念メダルに加工する機械が用意されていることがあるんだ。加工することを推奨しちゃってるのね。この海外で貨幣を加工しても罪にならない、というのを利用して、日本の貨幣を海外で加工して日本に持ち込み、逮捕された手品師もいるぜ。なんだか手品関係ばかりなのね。まあ普通の人は貨幣を加工しようとは思わないからな。そして、この法律に違反すると、1年以下の懲役、または20万円以下の罰金が課せられるぜ。二つ目は、ネットのなりすましだぜ。有名人とかの名前を使って、SNS なんかになりきるってこと？その通りだぜ。まあでもそれはなんとなく、ダメってわかる気がするけど。それでも世の中には有名人になりすまして、発言してる人は一定数いるんだぜ。え？じゃあその人たちは全員犯罪者ってことじゃない。早く通報しなくちゃ。ちょっと落ち着くんだぜ、霊夢。私の言い方も悪かったけど、なりすましをしただけでは実は犯罪にはならないんだ。え？そうなの？じゃあ私も魔理沙の名前で発言して、日頃の鬱憤を晴らそうかしら？そういうのは、せめて私のいないところで言ってほしいんだぜ。でも、今回に限り言ってくれてよかったぜ。霊夢のやろうとしてることは犯罪なんだぜ。は？さっきなりすましは犯罪にならないって言ったじゃない。なりすますだけなら犯罪じゃないんだ。霊夢がやろうとしたように、相手を侮辱したり貶めたりすることは犯罪になるぜ。ああ、そういうことなのね。この場合は、著作権の侵害や名誉毀損で訴えられる可能性があるぜ。魔理沙には名誉なんてないから大丈夫でしょ。お前は私をなんだと思ってるんだ？それで？罰則はどのようなものになるの？実はプライバシー権の侵害だけでは、刑事罰には当てはまらないんだ。え？じゃあやりたい放題じゃない。もちろん、ノーリスクではないぜ。訴えられればその内容に応じた慰謝料を請求されることになるぜ。さらに、名誉毀損まで認められれば、名誉毀損罪が適用されて、3年以下の懲役または禁錮、または50万円以下の罰金が課せられるぜ。なりすましで相手を貶めるなんて、卑怯なことをしちゃダメってことね。三つ目は、試食品を食べすぎることだぜ。え？試食品って食べすぎたらダメなの？さすがに恥ずかしくてやったことないけど、考えたことはあるわよ。あるのかよ。霊夢、試食品はそもそも何のために提供されてるかわかるか？そんなの購入する前に食べて味見をすることで、購買意欲を刺激するためでしょ？その通りだぜ。そういう目的でお店が用意しているものだから、店の意図に反して食べすぎるというのは、その商品を自分のものにした、と判断されて、窃盗罪が適用されることがあるんだ。そうなのね。実行しなくてよかったわ。試食品を食べすぎて捕まるなんて、恥ずかしいことこの上ないからな。ただでさえ霊夢はおまんじゅうで目立つんだから、絶対にやっちゃいけないんだぜ。やらないわよ。ちなみに窃盗罪は10年以下の懲役、または50万円以下の罰金になるぜ。四つ目は、飲み会でコールをすることだぜ。
コールってつまり一気飲みを催促するってこと？簡単に言うとそうだな。飲み会なんて陰キャの霊夢には縁のない話かもしれないけどな。失礼ね、私にだって飲み会に行く友達くらいいるわよ。そうなのか？霊夢に友達がいるとは思ってなかったぜ。今度、紹介してほしいんだぜ。え？そうね。でも、私の友達は忙しいからなかなか都合がつかないと思うわよ。急に友達がいるっていうのが嘘くさくなってきたぜ。嘘じゃないわよ。私の友達のことは良いから、早く飲み会のコールについて説明してちょうだい。話題を変えようと必死だな。飲み会でのコール、つまりお酒を無理やり飲ませることは、強要罪にあたる犯罪行為になるぜ。今でこそ、飲み会でお酒を無理やり飲ませることは、いけないことだと認知されてきたけどな。一昔前には、大学や会社の飲み会で当たり前に行われていたんだぜ。なんかそういう話は、よく聞くわよね。今の Z 世代の若者は、飲み会自体に行かないことが多いみたいだから、あんまりしっくりこないかもしれないけどな。まあでも、普通に考えて無理やり飲ますなんて絶対いけない行為よね。その通りだぜ。最悪の場合、急性アルコール中毒で命を落とすことになるからな。恐ろしいわよね。お酒を無理やり飲ますことって、つまり殺人未遂みたいなものじゃない。実際、急性アルコール中毒で意識を失うと傷害罪。そして、そのまま命を落とすようなことになれば、傷害致死罪で罰せられることになるぜ。まあ、私は飲み会なんて行かないから関係ないけどね。行かないじゃなくて行けないだろ？うるさいわね、いちいち突っ込まないでよ。はいはい、ちなみに強要罪では3年以下の懲役、傷害罪は15年以下の懲役、または50万円以下の罰金。そして、傷害致死罪の場合には3年以上の懲役刑になるぜ。5つ目は、飲酒して自転車を運転することだぜ。それはなんか聞いたことあるわね。自転車も車両だからってことなのよね。霊夢にしてはよく知ってるじゃないか。じゃあどのくらい飲酒してたら、罪になるかは知ってるか？え？ちょっとでも飲んでたらダメじゃないの？だって車を運転するときは、ちょっとでもお酒を飲んでたら飲酒運転でしょ？車の場合にはそうなるな。そもそも飲酒運転には2種類あるのは知ってるか？え？ 2 種類あるの？全然知らなかったわ。一つは、酒気帯び運転だぜ。これは、1リットルの呼気中にアルコールが 0.15mg 含まれた状態で運転することを指すぜ。これがちょっとでも飲んでたらダメってやつよね。実はこの酒気帯び運転は自転車には適用されてないんだ。そうなの？じゃあ、適用されるもう一つは何なの？もう一つは酒酔い運転だぜ。何が違うのよ？これは飲んだ量に関係なく、酔った状態と認められればアウトになるぜ。見た感じで酔っ払ってたらアウトってことね。そうなんだ。そして自転車の運転で当てはまるのはこの酒酔い運転なんだぜ。そして、罰則は5年以下の懲役、または100万円以下の罰金になるぜ。絶対やらないけど、私も気をつけるわ。知識として知っておくことは大事だからな。友達がやろうとしたら止めてやることもできるしな。友達はいないけどね。あんまり威張っていうことではないぜ。6つ目は、追い越し車線で走り続けることだぜ。え？追い越し車線で走っちゃダメなの？走っちゃダメとは言ってないぜ。そもそも走っちゃダメなら作られた意味がないしな。追い越し車線はその名の通り、追い越すための車線なんだ。前の車を追い越したら、元の車線に戻らなくちゃいけないんだぜ。そうなのね。私も車を運転するときは気をつけるわ。その方がいい。え？どうやって車を運転するんだ？マリサ、知らない方が良いこともあるのよ。わかったんだぜ。追い越し車線を走り続けることの罰則は、反則点1点と普通車の場合には6000円の罰金だぜ。7つ目は、夜間に無灯火で自転車を運転することだぜ。たまに見かけるわよね。見えないところから急に現れるから、本当に危ないのよ。私も潰されそうになったことがあるわ。やっぱり、何かの罪に問われるような行為なのね。霊夢の言う通り、夜間に関わらず無灯火で自転車を運転している人はたまに見かけるよな。ライトの電池切れ、故障、理由は様々だろうけど、そのまま放置してるのは犯罪だぜ。これは道路交通法第52条に違反することになるぜ。単純に危ないものね。そうだな。周りはもちろんだけど、運転してる本人も障害物が見えにくくなるからな。夜間にライトの点灯は、自転車を運転する上での最低限のマナーと言えるぜ。ライトの無灯火の罰則については、5万円以下の罰金を課せられることになるぜ。8つ目は、理由もなく懐中電灯を携帯することだぜ。懐中電灯を持ってちゃダメなの？夜、散歩なんかするときに持つこともあるでしょ？理由もなくというところがミソだぜ。さっきの霊夢の話では、散歩という理由があるからセーフだぜ。そう言われれば、理由もなく懐中電灯を持つことなんてないのかしら？普通はそうだな。じゃあ、この法律は何のためにあるの？それは理由はあっても、言うことができない理由の場合のため、だぜ。どういうこと？
例えば、空き巣に入るために所持してる場合、とかな。ああ、そういうことね。何か犯罪行為に使うために所持してると、理由なんて説明できないわよね。その通りだぜ。だから、懐中電灯に限らないんだが、他人の家に侵入するために使われるような道具を理由なく持つことは NG なんだ。これらは、軽犯罪法1条3号の侵入具携帯の罪に該当するぜ。罰則としては、1日以上30日未満の身柄拘束、または1000円以上1万円未満の罰金になるぜ。9つ目は駅構内での喫煙だぜ。そんなのダメに決まってるじゃない。今は健康増進法が施行されたから、喫煙所以外で喫煙することが NG なのは当たり前だけどな。一昔前には、喫煙禁止のはずの駅の構内での喫煙をする人は結構いたんだぜ。そうなの？今では考えられないわね。現在では公共の喫煙所以外での喫煙は健康増進法に違反することになって、50万円以下の罰金が課せられることがあるんだ。でも駅の構内は前から喫煙 NG だったんでしょ？健康増進法が施行される前はどんな違反になったの？それはだな、鉄道営業法というものに違反することになるぜ。これに違反した場合には、10万円以下の罰則を課せられることがあったんだ。いよいよ最後だぜ。10個目は、物を投げることだぜ。いやいやマリサ、さすがにそれは嘘でしょ。物を投げるなんて、普段から誰でもしてるじゃない。私だって、そんなこといくらでもやってるわよ。さすがに簡単に言い過ぎたな。正確には人がいるとわかっているところに、物を投げるだぜ。つまり、故意に人を傷つけようとして物を投げるってこと？そういう意思がなくてもダメだぜ。人が傷つく可能性があるのに、それを考慮せずに物を投げることがダメなんだ。ここまで聞くと、そりゃあダメでしょって思うわね。そんなの当たり前のことだと思うわ。この行為は軽犯罪法の第1条11号に該当することになるぜ。さらに、人を傷つけた場合には傷害罪に問われることになるんだ。今ならやんちゃな子たちがやっちゃうことはあるかもしれないわね。さて、今回はここまでだぜ。やっぱりお金を稼ぐのって簡単じゃないのね。貨幣を加工するなんてバカな考えを、実行する前に止められてよかったんだぜ。世の中にはまだまだ本当は違法な行為が溢れてるから、また機会があったら紹介するんだぜ。よろしくお願いするわ。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。